日本民主主義の夜明けだぞこれ。新時代の幕開け。やっぱりあの今回組織もなくですね、自ら、県民の皆さんの中に飛び込んでいく選挙戦やらせていただきました。ただ愛知県民の皆さん、名古屋市民の皆さんが愛知名古屋こうあるべきだ、こうあってほしい、日本はこうあってほしいというふうに思っていることを私はあの自分なりに考えて率直にですね、あの思いの丈をぶつけさせていただきました。その愛知県民の皆さん、名古屋市民の皆さんの思いと私の思いがですね共鳴して、今回の大きな大きなご支持をいただいたとこういうふうに思っております。ですからまあ約束をさせていただいた、マニフェスト、まあ、愛知県と名古屋を一つにして、前に向いて減税 10% と平成の楽市楽座、日本一元気な愛知を作る、このマニフェスト着実に、実行したいというふうに思っています。はい。